ジーターはもうひたすら DVD 見てましたよ。紳士やな。そうずっと静かに、もう席は決まってるんで飛行機の、うん、ずっとヘッドホンつけて映画見てましたね。静かでしたね。松井さんもなんか本読んでましたし。紳士やな、はい、静かに。まあ結局メジャー何試合ぐらい投げたの。どうですか、10試合いってないぐらいですかね。でさ、もう5年契約やんか、はい、3年目4年目5年目ってそのメジャーであんまり上がれなかったわけやんか、はいはい、マイナーで投げてて気持ち切れそうにならんかったの、はい、ああもう割り切ってましたね。もうどんな成績上げても上に上がれないっていうのは分かってたんで、うん、それなんでなん。あれ確かマイナーで最多勝かなんか、はい、そうですね、あの14ぐらい勝った時、まあ、最多勝は15位かどうか分からんけど、なんかね、はい、すごい上げたやんか、はい、それでも上がってこないわけやんか。そうですね、もうちょっとレッテルっていうか。いやでもだったらそこで自分からこうトレード出してくれとかそういうのも なかった。あ、いや、それは言いましたね。言われた時になんかトレードの話どうって言ったら、うん、なかなか難しいみたいなことを言われて、うん、はい、あ、以外からこうトレード出してくれ。そうですね、出してくれとは、まあ、まあ別に、うん、そういう雰囲気を、はい、うん、意思はあるっていうことは伝え言った方がいいって、ね、うん、エージェントの方も、うん、絶対言った方がいいと思う、はい、それは、うん、ありましたし、まあ、ちょっと日本からもオファーもあったんですけど、そこはちょっとお断りして、うんうん、やっぱりなんとかアメリカでやりたいなと思いましたね。え、日本のオファーっていうのは5年終わってからオファー。いや、途中で2年目の途中ぐらいです、ね、2年目早いな、はい、早いです。もうすぐですね、はい、でもうそのままなんかもちろん金額も全部引き継ぐからっていうことは言われたんですけど、うんうん、で2回ほどちょっと断りましたね。日本の方は断って、はい、でアメリカの方で国内、そのアメリカ国内の中でのトレード話っていうのは、なんか1回出たんですよね、パドレスがどうのこうのっていう、うんうんうん、でもなんかやっぱ話がまとまらなかったみたいな。自分の中では出たいと思ってたの。チャンスがあるならどこでもいいと正直思ってましたね、うん、やっぱメジャーでやりたいっていうのはもちろん。そうですね、はい、うん、もうこだわりはなかったんで、とにかくそのアメリカでとにかく投げたいと。だから俺がお記憶があるのはその買い殺しじゃないけど、あ、はい、そういうイメージがすごいあったのよ、はい、ね、その14勝上げたいのになんでまずメジャーに上がってこない、はい、上がってないんだったらどう考えてもトレードの話は絶対あるやろうな、はい、と思ってたけど、はい、全然なかったもんね。そうですね、もう多分ヤンキース的には、ね、そんなに大きい額じゃないと判断したんじゃないですかね、うん、なので、まあ、ヤンキースはお金は持ってるからね。そうですね、